速報です。東京グール及び東京グール RE の原作者、石田水先生の新作漫画のタイトルとイラストが公開されました。新作のタイトルは超人 X。投稿されたイラストは主人公と思われる痩せ気味の男性と人間のようには見えない何か。指はスラリと長く3本か4本。不気味な頭部は目や鼻などの感覚器官がないように見えます。 主人公の男性が呼び出せる魔物や魔人のような類のものか、それとも主人公の変身後の姿なのか、今はまだ謎に包まれています。水先生は昨日この作品のネームを作成し終えたようで、夢の中では金木や東家、窓さんが出てきて楽しかったと呟いています。前作のキャラたちが水先生の背中を押してくれているならば、ファンとしても嬉しい限りですね。 ちなみに、この漫画は、4月の頭に水先生がツイッターで言ってた、個人的な新作漫画、と思われます。ですので、水先生のツイッターサブアカウント、外波 X に投稿されると思われます。あの、僕ずっとね、外波 X だと思ってたんですよ、ID。だけど、今回、超人 X が発表されて、外波 X、ってことは、今回の新作漫画のタイトル、超人 X と、 あー、かけてたんですかね ?Twitter のアカウントの ID。もしかすると。あのね、僕も東京グルナのあの考察解説シリーズの動画、ずっと作りすぎて、もう脳みそは完全に考察脳になっちゃってるんですよ。あのもう何でもかんでも、もう伏線、もう日常、日常生活なの何でもかんでも伏線、隠し数字、隠し文字みたいな <laughs> 感じに見えちゃって、もう若干ね、病気、病気なんじゃないかなって、はい、思っちゃってます。というわけで、えー、水先生、新作、えー、超人 X でもですね、 考察解説シリーズやりますいや、やるでしょ。ここまで東京グールの、えー、考察解説動画投稿したんですから、俺がやらないはずはない。で、スイス先生も自分のペースで楽しみますって言ってるんで、週刊誌みたいに、まあ、毎週更新されることはな,ないと思います。でも一応、まあ、今回新作の漫画をリアタイで終えるということなんで、みんなと一緒にね、あの考察していければなと思います。 超人 X の最新話が更新されたら、まあ、僕が YouTube かなんかで、えー、生放送の配信枠、うん、開いて、えー、最新話更新されたぞ。みんなで考察しようぜ、みたいな。そういう枠を開きまして、えー、みんなで一緒に考えれたらなと思います。一回ね、こういうの、なんかやってみたかったんですよ。うん、あと、Discord の部屋とかも作ってもいいかもしれないですね。チャット専用の。 で、後日僕はその配信でみんなで考えた、まあ、今後の展開とか伏線とか考察みたいなのを、えー、まあ、今回今と投稿している東京グルの考察解説シリーズみたいな動画にまとめて投稿するみたいな、まあ、そんな感じにできたらなと、えー、思ってます。やっぱね、好きな作品の 何て言うんだろう感想とか、なんかもう、すげえよな、みたいな。<laughs> あそこがこうなんじゃないかな、みたいな。そういう感想って、やっぱリアタイで誰かと共有しながら、もちろんその作品が好きな誰かと共有しながら追っていきたいっすよね。うん。ということで、今回は、えー、3連休の最後に嬉しい情報が入ったので、皆様にお伝えしました。 え、石田水先生最新作超人 X 連載開始された際には皆さん一緒に楽しみましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。